1月3日ですね。2022年、寝坊しました。朝7時に登り戸のポイントで待ち合わせしたんですけど、6時半の目覚ましのやつをなぜかね、スヌーズじゃなくて普通に消しちゃったみたいなんですよね。そのままで寝ちゃってね、またね、やっちまいましたね。で、友達から電話来まして、はぁと思って、またなんか鳴ってると思って、あ、目覚ましかと思ったら、いや違う、 LINE の着信音だと思って、いやはぁと思ったら、時計見たらもう7時何分だったかな、7時45分ぐらいだったのかな。どうしたとか言って、来ないのこれ登んないとダメだ、あ、登んなくてよかったんだけど、なんか知らないけど今日やけに自転車が重いな。なんかこの間のアクロ走行以来、なんかちょっと走りがおかしいんですよね。それかまた体力が鈍ってしまったのかですよね。なんかもうすでに人いっぱい入ってるよって言ってて、マジかと思って、早く来ないとダメだよってめっちゃ怒られましたけどね。そりゃそうだよね、7時つっといて7時45分まで寝てるんだからね。やばいよ。にしてもいい感じですね、朝は静かで。あ、そっか、セブンイレブン行ってなんか買ってこうかな。セブンイレブンどこだっけ、どこだっけな、セブンイレブンでパン買ってきた。よいしょ。さあ、どこにいるのかな。あれ、水が全然ねえじゃん。あ、違うか。あ、いや、ないな。え、あれ、そう、あれ、あれ、アウトレットのとこだよね。インレットじゃなくてアウトレット。あれ、水全然ねえじゃん。なんかもうね、え、なんか俺違うとこ来てるのってぐらい水がないんだけど、あの反対側に渡れる橋があればね、なんてことないんですけどね、ここ反対側に行くのに登戸に来るか双子橋にまで下るか、どっちかしかないんですよね。めちゃくちゃ浅いっすね。普通にそこ見えるし、テトラもなんかもうほぼ出ちゃってるし、水がないんだな。釣れんのかな釣れんのかなって思っちゃうぐらい水がない。柳の木ってあれかな、めっちゃ怖いんだけど。もうコンクリやばいな。コンクリ滑りそうだな。階段から降りてもいい。あ、もうここあの池がこうあったんだけど、その池の水がもうないっすね。池の川がないって言いそうなんだけど。あ、いたいた。ルカがいた。ルカのピンクっていうか、なんか分かりやすいって感じ。てか回っていかなきゃダメやん。マスク忘れたか俺。あ、持ってきたな。アウトレット。わお。向こうは水あるけど、2メーターぐらいせき止められて、水ないですね。へえ。こんなになっちゃうんだね。こんな深かったんだと思うけど、
でもこうやって地形考えるとあれだね、石とかは全くないし、なんもないんだなってのは分かるけど、とりあえず行こう。うん、撮ってる場合じゃないか。撮ってる場合じゃない、証券撮ってる場合じゃないよって言われちゃいそうだけどね。まあ一応これもね、レポーターとしての使命というかね、やっぱ知りたいじゃないですか、状況把握を。こうなってんだ、あれに引っかかってんだね、ネットにね。なんかよく引っかかるんですよね、ルアーが。そりゃ引っかかるよって感じだよね。水がない。マジか。おはよう。私もよろしくお願いします。今逃がしたとこです、ちょうど。あ、本当。5秒前ぐらい。あらま。ありがとうございます。マジか。今のところ3日間負けなし。おお、いいね。いやー。てか水少ないね。ああそうなんだ。だってあのアウトレットってなんかすごいもう水全然じゃん。びっくりした、来て。なおちゃんたちは来てないんだ。最近全然来ない。そうなんだ。うなぎもいるらしいですよ。うなぎ見ちゃった俺あの池。え、取れなかった。取れなかった。雨がちっちゃいから入りきれないんですよね。泳がせいいんじゃない。泳がせ。昨日も来たの？すげえ。三連ちゃん負けなし。マジかよ。まあもう正月から仕事してるのに。あ、そうなんですか。昨日一昨日仕事だった。お弁当の配送。あなんかラインがちょっと動いたかなって思った瞬間グッって取られた。あ気持ちいい。そこそこちょっと可愛いサイズだね。そこそこ小さいサイズだね。ほら、うん、25センチぐらい。30ないぐらいか。でも結構太いっすね。久しぶりに見た。イエーイ。っていうかモル逆光。イエーイ。いいんじゃないですか。お、結構でかいんじゃない？早い。動きがめっちゃ早いけど。早い。おー、いいね。マジ早い。うん。おーおーおお。竿すっごい曲がってます。うん。どうしたんですか、その竿。逆光だけど。すごい逆光。うん。一番楽しいサイズだ。35ぐらいか。うん。おお。うん。シャチ1本目？そうです。今年初ボス。おお。おめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。明けおめフィッシュ。シャチこっちで。笑顔でお願いします。当たり小さいね。あー、そうなんだ。そうだね、あれと思って。昨日はすごかったですよ、全部ギュンってなって感じ。あ、もう逃がすの。あら、写真撮んない。初ボス写真大丈夫。いやー、すごい。水がないって感じ。
で意外となんか魚いるかなと思ったけど、いないかもしれないな、これ。ちょっと厳しいね。こんな感じになってるんだね。ありゃ完全に水が死んでますね、ここの中は。挙動がね。戻るかな。まあいいか、ちょっと行ってみるか。散歩だて、まあ、この席の 80m だか 50m は、まあ、釣り禁止だからね、いたところでって話だけどね。あー、なんかすごいいそうだけどって感じだね。なんかいつの間にかね、僕鳩に囲まれてます。逃げるかな。そろりそろりそろりそれバサバサバサーっていきそうだけどね。真ん中に真ん中に真ん中に、なんかやっぱ餌くれると思ってんのかな。囲まれております。囲まれております。なんかいっぱい来たんだけど。いっぱい来ちゃったんだけど。来た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 、おー、いっぱい来た。面白い。ごめん、なんもねえわ。パン置いてきちゃった。ごめんね。待て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 。さて、80mラインはどこかな。あれはカモ、カモ、モシドリ、ああいうやつがちょっと食ってきちゃうとやばい。あ、いた、なんかいた。コイか。コイですね。あ、コイは結構いるね。はい、こっから禁漁区域ですね。40ぐらいある？ 40 ありました。あー、いいね。あ、取ってなかった。いいね。いつきなり今止めてる時。そうっす。あ、でも多分動かして止めてる時。なるほど。じゃあちょっと待ってください。いいね。おめでとうございます。お疲れ様です。釣れませんでした。僕も釣れませんでした。じゃあまた、うん、また行きましょう。明日ですか。いや、明日。じゃあまた。お疲れ様です。よいしょ。じゃあねー、お疲れさん。お疲れさんです。
やー、しかし今日はダメだったね。結構粘ったけどね、当たりが全くないんだよね。まあ渋いとは言ってたけど。いやー、今年の初釣りはダメでしたね。また来ますか。